ロプーヒンデミドフ公爵。1870年代ニコライ、ペトロビチロプーヒンデミドフは、帝政ロシアの貴族、軍人。1876年より公爵。ピョートル・グリゴリー・エビチ・デミドフとその妻エリザベータ、ニコライブナ・ナベゾブラ・ソバの間の長男として生まれた。1853年より、このエグン・兵連隊に所属し、1854年少尉に、任官。 1>, 1月放棄の鎮圧活動に参加し、1870年陸軍大佐に昇進。1877年勃発したロト戦争に従軍し、1880年陸軍少将、1890年陸軍中将となった。1841年、オリガ・バレリアノブナ・ストルイピナと結婚し、間に4男2女を設けた。 1873年王子のパーベル・ペトロビチ、ーヒン公爵が死ぬと、ピョートル一世の皇后、エブドキアを出した名門、ローヒン家の加盟、爵位、紋章の相続を認められ、1876年より、無意の貴族から祭祀と共にローヒンデミドフ公爵に昇格した。ありがとうございます。